ここは都内某ホテル。このコロナ禍の中で、また変異ウイルスが蔓延する中でイギリスに飛び立ちたいと思います。まあ、無事にたどり着くのか、無事に入国できるのか、行ってみたいと思います。これからどんなことが待ってるか分かりませんけれども、次はロンドンです。健康第一、体あって何事もそうですね。もうコロナ禍の中で健康の価値というものを非常に考えるようになりましたし、また他者への関わりや気配り、心遣い、これも本当に考えるようになりました。今年東京オリンピックですけどね、オリンピックが行われるこの東京からしばし離れます。それでは次はロンドン。なんとか無事に、ロンドンに着くことができました。PCR 検査などもう特になくですね、ちょっと拍子抜けするぐらい簡単に自動化ゲートで入国することができました。これは2021年の年始の状況です。まあ、それぞれの国のコロナ規制というのは刻一刻と、変化しているので、ちょっとあまり参考になるかどうか分かりません。まあ、変異ウイルスの状況もあったので、まあ、イギリスに関してはかなり、厳しい状況かなというイメージが先行してましたけれども、そうですね、もうワクチンの接種が、まあ、かなり進んでいることもありますので、まあ、これから少しずつイギリスも良くなっていくかなと思いますし、EU 諸国も少しずつ規制が緩和されるんじゃないかと思います。これからしばらくヨーロッパ中心の Vlog になっていくんですけれども、皆さんに現地の様子ですとか生活というのを楽しく発信していければと思っております。それでは。